二つ綾菜様、主題歌の作詞を担当されております結城愛羅様です。お二人に一言ずつ頂戴いたします。皆さんこんにちは。五等分の花嫁からやってまいりました、五つ子の次女中野二乃役の竹達彩奈です。本日は秋葉原映画、国際映画祭に、呼んでいただき大変光栄な気持ちでいっぱいです。本当は五つ子のキャストのみんなと、そして風太郎くんの、松岡くんだったりみんなで登壇したかったんですが、今回はキャスト代表として、立たせていただきます。先ほど見ていただいたと思うんですけど、この作品は主人公の風太郎くんと五つ子ちゃんを取り巻くはちゃめちゃラブコメディーなお話になっております。原作も完結していて、で今回もうオリジナルでテレビアニメスペシャルということで、春場ネギ先生原案で作っていただいたんですけれども、まさかこのような素敵なイベントに呼んでいただけるなんて思ってもいなかったので、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。私の秋葉原トーク、秋葉原のエピソードは、そうですね、子供の頃からオタクだったので、秋葉原っていうのはもうすごく憧れの場所というか、本当聖地のような場所だったんですけど、子供の頃はやっぱりお金がなくてあまりグッズが買えなかったんですよね。でも大人になってお金を稼ぐようになったら大量にグッズが買えるようになってとても嬉しいです。なのでアニメで稼いだお金をグッズに変換して、もう永久期間としてグッズを楽しませていただいたりとかしています。普段ゲームショップだとこうなかなか売ってないゲームとかでも秋葉原で売ってくださってたりするので大変嬉しいですこれからも秋葉原という街がですね、賑やかになって、こう日本の文化の代表として今後もどんどん栄えて、みんなに知っていただけたら嬉しいなと私自身も思っております。以上です竹達彩奈様ありがとうございます。秋葉原愛が絶対喋らないといけないみたいになってますありがとうございます。では結城愛羅様、秋葉原愛をお願いいたしますはい、五等分の花嫁の、主題歌の作詞を担当させていただきました結城愛羅と申します。皆さんこんにちは、楽しんでますかそうですね、私の秋葉原の思い出はですね、実はそのまだこう歌手としていろいろ食べれない頃に、秋葉原のヨドバシカメラの店頭で携帯電話を売ってました。なので毎週本当土日になると秋葉原に来て、携帯いかがですかっていうのをすごい声を張り上げて毎週売っていたので、すごく懐かしい気持ちにもなるし、まあ今日みたいなこういう国際映画祭にまさかこんな呼んでいただけるとも思ってなかったですし、なんかそれが秋葉原っていうのは本当に運命を感じた瞬間でもありました。はい、こんな感じ大丈夫ですかねたっぷり伝わりました、はいはいはい、よかったです。五等分の花嫁の音楽なんですけど、五等分の花嫁の楽曲は、まあ、ある意味様式美といいますか、まあ、五等分ならではのその様式美を意識した楽曲作りを音楽チーム一丸となって行っておりまして、今回先ほど流れてた楽曲も、あ、やっぱり五等分ってこうだよねっていう、あ、うんうんってうなずける可愛さと温かさがある楽曲になっておりますので、ぜひたくさん聴いてもらいたいなと思います。明日には五等分の花嫁上映会もありますし、冬にはテレビ放送も控えておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。
では五等分の花嫁の皆様でした。ありがとうございました。